吉田太郎です。太郎チャンネルです。太郎さん、太郎さん、え、何してんすか。あ、すごいなこれ。何やってんすか。もう何にも聞こえなくなる。何やってんすか。見たら分かるだろ、掃除だよ。なしのアルバイトとかやってんすか。ついに、ついに。いやでも掃除機大好き、俺よく掃除機かけてるよね。まあしてますね、自分でパンチのゴミ取ってますもんね。そうそうそう、掃除機大好き。はい、てなわけで、はい、たくさんのペダルを前にお届けしておりまして、はい、汚えなこれちょっと、はい、いっぱいのスタンドの前で。そうですね。どうですか。まあ、いつも通りナッシュからお送りしているわけですけど、はい、ナッシュシリーズでございますよ。今日は何をやっちゃうんですか。俺今日はね、ジギーのグロリア。お、うわー懐かしい。これまた懐かしい、懐かしいですね。もうゴリゴリの高校時代かな。カラオケ行けばもう誰かが必ず入れてる曲でしたねこれね。入れるね。湯がんだけ無理よってこうね、気持ちいいんだよねまた歌い出しがさ。ローリアーってね、あそこのホーみたいんとこ こう続けて歌えないんだよ、ね、一人で、ね、一人でちょっと歌えないからさ、息切れちゃうんだよあそこで。いやこのねグロリアは89年ですか、ドラマのね同級生とか。ああ、そうでしたっけ。ドラマの主題歌ですよ。もうこれ、ね、全然覚えてないな。小畑直人さんと安田成美さんのね、ドラマですよ。あったかもそんなドラマ。そうなんかね、いやでもちょっとのかなんかすごい、ちょっといろんなドラマが一緒になっちゃってる可能性があるから、あんまり詳しいことは言えないけど、でもすごいね、なんか好きだけどさよならみたいなセリフがあったのすごい覚えてる。全然わからないです。割とね最初の頃にもうすぐなんかお別れしちゃうんだよね、その安田さんと尾形さんで。なんかもうっていう展開だったの覚えてるわ。へえ、すごい見てたね。そう、懐かしいね。この曲がしかもね印象的だからね。今日はね、そのグロリアを叩くわけですけど、はいはい、ジギー、まあ、青春、これも青春の一曲じゃないですか。青春だね、ほんとね。なんか、いろいろ懐かしいな。こうやってスタンドを見てると 急に黄昏れないでもらっていいですか、ほんと。どうした急にって。いやでもね、ほんとにね、なんか89年って言ったらもうだって 何年前になるの。え、30年ぐらい前か。そうですね、単純計算したら、うん、ね、30年。あ、そうですね、まあまあざっくり、まあ、ざっくりそのぐらいです。今2021年として考えたらそうだよね。そうですね。いやでもなんかさ、そんな経ってる気しないな。30年って結構ですね。0歳の人が30歳になっちゃってるとか。そうですね。いやでもね、なんかもうあの頃からこうやって今に至るまでねドラムを叩き続けてるのかなんてちょっとね考えちゃいますよね。すごいことですよ、うん、続けてこられたっていうのはいいことですかね、やっぱね。いいことですよ、ね、これからも叩き続けてくださいよ、まあね、ありがとうございます。もうひぐちゃんにもいっぱいお世話になります。ね、もう今日はねこうやってドラムを叩けてるっていう喜びをこの曲を叩くことで爆発させたいなということでね。それは楽しみですね。はい、頑張っていただきます。耳の穴かっぽじって聞きたいと思います。おいえ、お願いします。ジギーのグロリアいただきます。ダン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 。